じゃあこっちを吸ってみましょうね。はい。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。どうですか？大丈夫ですか？持ってますか？大丈夫ですか？はい、終了しました。はい、お疲れ様です。さあ、ちょっと考察です。はい、じゃあ原圧症の方はどちらでしょう？原圧症は、こちらかな。正解ですか？正解です。はい、いや、原圧症の症状はちょっといまいち覚えてないけど、こっちの症状が、ね、目がどのこのさ、ちょっと確かに目まいじゃなくて、なんか、なんて、なんて言ったっけ、世界が二重に見える。あ、そうそうそう目が、なんか視覚障害が出てたから、こっちかな。はい。